こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、こちらのアザラシを使ってアザラシ冷凍キムチチーズうどんを作りたいと思います。ってな、嘘なんですけど、ごめんね、アザラシちゃん。ですね、今日はこちらの冷凍うどん10玉と豚肉1キロで、チーズはとにかく一人にある大量やね。で、キムチはね、600グラムです。で、この辺を使って超簡単な冷凍キムチチーズうどんを作りたいと思います。じゃあ、作り方いきたいと思います。まずは長ネギを切ります。長ネギは斜め切りです。おネギは細切り。でこの辺はね、ちょっと白い毛、私が後で個人的に食べます。それか栽培します。うそ、栽培しないけど。スープを作ります。お水を 600cc。 ちょっと鍋が、私しくじったわ。こっちやったね、でかいやつでいこう。私はね、あの10倍量で作ってるんで、皆さん作るときは1人前は10分の1にしてくださいね。鶏ガラスープの素小さじ10、キムチを1パックで、私ちょっとこれ韓国風にしたいから鶏ガラも入れたけど、だしタンも入れます。ちょっとでも入れすぎかな、人。まあでも味濃いに好きやからいいや。冷凍うどんを解凍します。まあこれはね、後から煮込むから、まあ半解凍ぐらいで大丈夫と思います。うどんを解凍してる間に温玉を作ります。まずお湯を沸騰させます。で、ここに卵を入れます。10個もいるか考えてみたら普通だったら沸騰した上に卵1個入れたらすぐ火消して、で放置で温玉できるんよ。これ、ね、1個やとね、もう沸騰したところに入れてすぐ火止めていいんやけど、10個やからどんぐらいいこうかな。これいつも火入れすぎてしまうんよね、私ね。レンチン簡単レシピが逆にむずくなるんだね。だからちょっともう茹でます。本当やったらレンチンしたうどんをこっちのスープで煮込むんやけど、ちょっとレンチンむずそうやから、こっちのお鍋でうどん茹でます。これでもね、あのこの後スープで煮込むから、まあね、ある程度でいいと思います。忘れとった、長ネギもね、煮込まんといけんやった。ちょっと長ネギがクタクタになるまで待ちましょう。で、豚肉もここで入れときます。お肉に火が入るまで待ちましょう。なんかね、お湯ちょっと少なめなんで、もうちょっとスープ分のお湯を足します。盛り付け用にちょっとお肉別で揚げときます。はい、ここに茹でたうどんを入れます。で、これでちょっと煮込みます。ちょっとうどんにね、ほんのりスープの色がついたら OK です。はい、うどんはこれで完成です。はい、うどんをお皿に盛ります。で、最後トッピング用のチーズをね、溶かします。チーズ、牛乳で、牛乳だけだとね、ちょっとサラッとしそうなんで、ここに小麦粉も入れる。ちょっとねりねりしちゃうで、で、チンします。ごま油をちょこっと。で、まず豚肉を盛ります。はい、で、ここで温玉の登場です。ちゃんと茹でられてるかな。おー、いい感じやー、大成功やー。やった、これは成功例です。温玉名人を名乗らせてもらいます。いや、私餃子名人やし、温玉名人やし、もう人間国宝かもしれん。はい、で、チーズソースができたのでかけます。で、最後キムチをトッピング。で、さっき切った青ネギ。じゃーん、完成です。めちゃくちゃ美味しそうです。チーズの湖ができてます。今日はご飯もあります。最後余ったらご飯ボチャンします。いただきます。美味しそうや。うん、めっちゃ美味しい。スープがね、結構やっぱり卵とかチーズ入っとるからマイルドになっとって、でもキムチの風味みたいなも残っとって、すごい美味しい。うん、
豚肉。うん、あ、今日ね、あの韓国でカニを食べた時にお店にお願いしてもらってると思ってます。今日ね、あのデザートもあるので皆さん最後まで見てくださいね。麺がね、取れん。しかも結構ちゃんと煮込んだから重みで切れちゃう。あー、美味しそう。麺がやわやわになっとって美味しい。でも冷凍うどんはこんだけ煮込んでもまだちょっとコシが残っとるね。うん、これもなんかクリームうどんや。美味しい。これあれか、もしかしたらうどんのさ、小麦成分が溶け出してこんなスープドロッとしてるんかな。お肉美味しい。なんかちょっと豚肉のさ、これ細切れ買ったんやけどコリッとしたところがあって、そこがまたいいわ。持ち上げるのが本当に重たい。このうどんがね、団結しとるわ。お箸に捕まらないぞっていう。あ、ちょっと私の好きな豚バラっぽい豚や、豚コマニア。まにや。あれみたいよね、チーズタッカルビ並みにチーズがあるよね。これ今日はチーズタッカルビ、違う違う、チーズってもタッカルビじゃないから、チーズ豚カルビうどんや。まあ、取りって意味なんやって、多分ね。うん、あー、めっちゃ美味しい。私これ何回も言ったことあるんやけどさ、なんかみんながさ大食い料理食べて熱いっていうのをそこまで多分想像できてないと思うんですけど、もう分かりやすく言えば40度、まあ、人間やったら 36度とかなんやけど、まあ、40度のお湯にこう食べ物ぐらいの熱いものをボチャンボチャンボチャンって入れると、その36度が上昇するじゃないですか。で、人間って上昇ね、やっぱり40度ぐらいまで上がったらさ、やばいじゃないですか。そういう感じだから、ちょっと あんまり熱いもの、冷たいものは命に関わるかなって私は思っています。いや、ヨーグルトの時とか辛かった。あれは本当に人とのさ、競い合いやしさ、まあでも私はあれや、あんま無理せんかったな、あの頃も無理と思ったらそこでもう終了させとったけど。これマジクリームうどんやね。今日のね、デザートはね、今流行りのあれなんですよ。ちょっとこういうね、あったかい辛いもの食べた後にね、最高ですよね。マジで私のチョイス天才か。はい、うどんほとんど食べ終わりました。そしてここにライス、じゃーん、マウント富士。イエーイイエーイ。
あーいい感じや、スープの残り量。私あの雑炊とかのさ、ちょっとご飯煮込んでさ、とろっとしたような、ねばっとしたような、とろっとしたようなあれが好きなんやけど、これはもう最初からとろっとしとるから煮込みいらずや。じゃん、ちょっと七味入れよう。詰め替えを入れてきました。入れすぎか。七味意外といっぱい入れてもそんなに辛くないよね、確か。あ、七味の風味最高。うん、うん、ちょっと辛いわ。最後の一口です。うん、ごちそうさまでした。今日はデザートがあります。じゃじゃん、かじるバターアイス。じゃじゃーん、おーバター147キロカロリー。え、低いじゃん。いただきます。うん、おいしい。北海道のバター飴の味がする。大好きこの味。まあでもガチのバターに比べたら全然こってりしてないですね。これは一般の人向けのやつだよね。私やったらもうバターをそのまま凍らせます。うん、やっぱりこういうの食べた後にこれ冷たいものでさっぱりするのにね。うん、なんかでもほんのりバター風味、ジジバターや。ここにさ注意事項がさ書いてあるんやけど、こうね、冷凍庫から出してすぐ食べると商品が口に張り付くことがあります。スティックかっこ木の棒で遊ぶと危険ですのでおやめください。いやー、日本の企業さん大変や。すごい、こういうこともちゃんと書かんとね。後から冷凍庫からすぐ出したら口にアイス張り付いたんですけどっていうね、クレームっていうんですかができたりしますからね、きっとね。大変やね、企業さんってね。うん、あとこれだけです。完食です。クリーミー豚キムチチーズうどん、めっちゃ美味しかったです。いや、チーズと卵とあとなんかうどんの力なんか分からんけど、あのソースがねとろっとクリーミーになってめちゃくちゃ美味しかったです。で、あと最後のリゾットがマジ最高でしたね。ついてない口に。あと冷凍うどんはね、ほんとやっぱ偉大やね。とっても簡単で美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみては、作ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらぜひぜひコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レジータルスマイル、バイバーイ。今日私が紹介するのはですね、あの私が長年使ってる大好きな大好きなお皿でーす。よく見るとちょっと傷がついているかな。はい、これはですね、私が結構 YouTube の初期の頃からちょっと何年前かはあんま覚えてないんですけど、あの視聴者さんが送ってくれて、これそば骨鉢なんですよね。 手と比べてこのくらいの大きさで、それからずっとこのお皿をね、あの未だに使っとるんやけど、このお皿のおかげで今の私があるんじゃないでしょうか。本当にありがとうございます。そば骨鉢でした。よくね、何のお皿ってよく聞かれるんですけど、なんかね、多分大体そば骨鉢っていう名称で出てるような気がします。